私たちは先生に殺されたの。鈴本さんを殺した霊たちの兄はいなかった子だ。どうしてだろう。とても寂しそうな感じ。私のろうそくがこんなところに移動してる。外の通路に置いたはずなのに、誰かが動かしたのかな。人形のミカちゃん電話みたいな声だ。あ、この子だ。文化人形がまた喋ってる。ハンカチで止めなきゃ。そっか、私昨日から貧血始まってたっけ。それでめまいがしたんだ。休まなきゃ。相変わらず綺麗に通るな、お前の声は。
Seguma-kun! Dajoubu ka, Shinozaki? Anata koso... Dou shita no, sonna chimamire de? Iya... Sakki omae ga inakunatta toki... Ikinari ushiro kara nagurarete... 平気だ。どこだかわかんねえけど、薄暗い部屋に子供の幽霊だろう。なんかハンマー持ったでかいやつなのいたな。どうやってここまで？その後また意識が飛んで、目覚めたら1階の廊下に寝かされていた。 ここまで誰かに運ばれたのかな。もう嫌、誰も死んじゃ嫌。おい、間違ってはいません。あの子供たちの霊、一人ずつでも 全員を安息に弔うことで、彼らの囚われた魂が形成しているこの多重閉鎖空間は存在を保つことができなくなるはずです。あいつらを殺した犯人の懺悔でもできなかったぞ。それそもそも犯人ってどんなやつなんだよ。 あなたを襲った鉄槌を持った男、それが殺人犯です。マジかよ。あの男の霊も暴走しているようですね。見境なく聖者を傷つけている。まずはあの男の霊を鎮めることが 急務かもしれません。どうすればいいの？先生が調べた記事によると、あなたの持っているその文化人形は、あの男の持ち物です。母親にもらった 大事な心の拠り所だったようで、きっとそれを探しているのでしょう。ちょっと待ってくれ。先生って誰？私のことは詮索するな。なんだ こいつ。ごめんなさい。あの男の死体、亡骸が、この校舎のどこかにあるはず。それを見つけて返してやれば。いいんだよ。 友達の死はあなたのせい。なんだあれ、信用していいのか。ねえ、でもさっきこの人形が1階を通った時泣いてたの。しくしくって。 マジかよ。相変わらず気持ち悪い人形だな。
半月になるかも。子供たちを殺した犯人の死体を探す。ねえ、動いてみようよ。っていうか、怪我大丈夫？うわ、すごいコブができてるじゃない。金槌の柄がもろに頭に当たったからな。もし先んところが当たってたら死んでたぜ。くそ、殺人犯め。たまたま私が包帯持ってたからいいようなものの、泣いといてあげる。お前の階段グッズ助かるわ。何が入ってんだよ。見てくれよ。いやよ、なんで私が。シヌマくんが見たよ。気持ち悪いな。見てみりゃいいだろ、自分で。
だ。この小学校にいた男の子のよ。きっとあの幽霊が。篠崎。どうするそれ。きついな。返してあげよう。この遺体の一部を。はあ、正気かよ。本当に嫌がる。気をつけて。目を合わせちゃダメよ。目が合っちまった。他人を巻き込んでこんなところに閉じ込めて、大事な私の友達を殺したあなたたちを、私は絶対許さない。篠崎。けどこれはあなたのものだから。あるの奥の下。お姉ちゃんありがとう。あ、なんだ。また地震か。畜生。しゃがんでても仕方がないか。ゆか、きっと助けに行くぞ。待っててくれ。とにかく、ナオミのところへ戻るか。赤い服の…君、待ってくれ。
篠原の携帯じゃないか。篠原。すまん、篠原。勝手に読んでしまった。これは、今はナオミには見せない方が良さそうだな。ナオミ、サトシ、もう一人にしないでよ。すまない、ユカを探しに行ってたんだ。そっか、じゃあいい。ユカちゃんいた？いや、さっきまで通路だったところが壁に戻っていて、ユカがいるはずの別館に行けなくなっていた。別館？そんなのがあるの？ああ、やはりさっき俺とユカ、森重のいた校舎とここは違うようだ。なんとか別空間の校舎に移動する手を見つけないと。そうね。ってお前、なんで保健室の外にいるんだ？さっきここでね、黒いもやもやした霧みたいな人影に襲われたの。だからまた襲われたら怖いから出てきちゃった。本当か？それはすまなかったな。ううん、でもここ何かいるからあまり近寄らないでおこう。ああ、そうしよう。この仕掛けは覚えがある。また光が移動しているな。ナオミ、ここで待っててくれないか？ええ、わかったわ。今だ！そいつを取ってくれ！オッケー！取れたよ！うまくいったな。あれ？お前もこの仕掛け気づいてたのか？さっき聖子と一緒にね。そうか、
俺はユカトだ。頑張ろう。きっと会えるよ、ユカちゃん。ああ。テレビがあるのか。そういえばさっき別館の職員室で拾った TV カセット。何かの手がかりになるかもしれない。なんとか見れないかな。消えた。何？なんで？何ここ？すごく寒い。それに何か匂うな。真っ暗だ。どこかに部屋の電気のスイッチはないか。ええ、どこか。あった。ま、サンキュー。くさい。カビだけの匂いじゃないよね、これ。ああ、あれ、なんだろう。どうした？ああ、なんでもない。なんだろう、騎士官。この部屋、見覚えがあるような気がする。どうしてこんな新しい年代のものがあるんだ？私たちみたいに、現代から連れてこられた人の持ち物とか。なるほど。そうかもな。でもテレビに入力端子もついてないし、バッテリーも切れてるから使えないな。天神小学校校長柳堀高峰に寵愛されていたその息子義和。校内では教師として教鞭を振るい、生来快活な性質であったが、突然発症した原因不明の脳障害から少しずつ自我を失い始める。わかりやすく表現するなら、その症状は精神の子供帰りとでも言おうか。亡き母親から幼少の頃にもらった小さな文化人形を常に持ち歩くようになり、授業中に突然号泣を始め、講義を投げ出すような気候もしばしば。事件の起こる数ヶ月前にはすでに相手からの言葉を理解することはできても、自ら言葉を発し意思を伝えることは困難な状態になっていたようだ。児童4名連続誘拐殺害犯柳堀義和の口から、誘拐から殺害に至るまでの具体的な経緯が語られることはついになかった。私は犯人逮捕時に寸出のところで救出された女子児童、篠崎幸子さん、当時7歳のその後を追ってみた。新聞を賑わせた犯人逮捕時の写真では、
赤いワンピースの印象的だったこの女児は、現場で同い年の子供たちが次々と惨殺されるのを目撃してしまった不幸なる生存者だ。心の闇を掘り起こすようで酷であろうとは承知していたが、真実を追うためだ。計算すればすでに成人して10年以上も経っているはずだ。現在の彼女からなら犯行時のリアルな証言を聞き出せると踏んだのだ。